それでは、計算基礎学1の第5回の授業を始めます。前回はこのような内容で授業を行いました。まず計算量の概念について説明しまして、符号なしの多倍調整数の加算の計算量の見積もりを行いました。それから符号付きの多倍調整数の表現について軽く説明をしました。後半では一変数多項式の加算のアルゴリズムについて紹介しまして、その上で一変数多項式の加算の計算量の見積もりを行いました。今回は一変数多項式のホーナー法について話をしていきたいと思います。その中でホーナー法の応用として使われるものの中で、非不整数の二進十進変換、それから小数や分数の二進十進変換について説明したいと思います。ではまず、ホーナー法から入りたいと思います。テキストでは 2.2.2 項で18ページから始まっておりますので、興味のある、必要な人は参照してください。まず、ここで問題にするのがですね、多項式の評価と呼ばれる問題です。今、AX を整数係数の NG 多項式とします。それから、X0 というのもある整数とします。この時にやりたいことは、この AX の変数 X に X0 を代入した AX0 の値を求めるということです。この操作をですね、X イコール X0 で AX の値を評価するというふうに言います。評価は英語ですと evaluate って言いますけれども、こういう言い方をするのが、数学、特に計算基礎学では一般的です。じゃあこの方法を考えましょうというわけですね。それで、まず、素朴な方法から見ていこうかと思います。例題としまして、こちらにありますような AX として、5次の多項式を持ってきました。整数係数の多項式ですね。それから、あと、X0 を10と置きまして、この AX に10を代入し、X に10を代入した値をですね、計算しようというわけです。その時に、演算回数がどのぐらいになるかっていうことをこう実際に見積もっていくわけですけれども、これ実際にこう10をですね、 X に代入してみるわけですね。A の10ですから、これ 5×10 の4乗プラス 3×10 の3乗マイナス 2×10 の2乗っていうふうにこう書かれていくわけですけれども、そうすると例えばその項ごとに演算回数を見てみますと、例えば 5x4 乗のところの x に10を代入した場合には、10の4乗をするのに、乗算が3回必要で、それに係数の5をかけるのに乗算が1回ですが、この 5×10 の4乗を計算するのには乗算回数が4回であるとか、同じように 3x3 乗で10を代入して計算する値を計算するには乗算回数が3回であるとかっていうふうに、こう見積もることが、数えることができるわけですね。これ一般化しますと、その A の次数が N の時に、この演算の回数っていうのは、この上の例題を見てみますと、その1次の時に1回、2次の時に2回というふうになっていますから、この、J 次の時に J 回っていう演算回数を、1から N まで全部和を取ると。そうすると、この A が N 次の時の、その素朴な方法による演算回数っていうのは、O のオーダーの N2 乗で、見積もることができるということが言えるはずです。ところが、実はもう少しですね、工夫をすると、その演算回数を少なくできるという話がありまして、何を使うかというと、これ皆さん、多分高校での数学で出てきたと思いますが、常用定理、あるいは組み立て情報ですね。これを使うと、その計算回数を節約できるという話なんですね。実はこれがですね、ホーナー法と呼ばれる方法の元になっております。そこでまず、その常用定理をちょっと復習しますけれども、どういう定理だったかと言いますと、今 AX を整数係数の多項式として、それから X0 を整数とします。この時に、AX を X-X0 で割った余りが、この AX にですね、X0 を代入した A の X0 に等しいというのが、常用定理でした。そして、この AX
x0 ですねを計算するのに使えるっていう使う方法として、まあ、皆さん多くもですねこの組み立て助法というのを習ったと思います。一応復習のために組み立て助法も一通り説明しておきましょう。まずこの1行目にですね AX の係数を一通りこう書き出しておきます。X 次数の大きい方からですね X4 乗の係数が5で X3 乗の係数が3でっていうふうにこう書いておきます。でそれからまあこういった形の線を引いておいて、それからその評価する X ですね10というのをここに左側に書き出しておきます。で最初にやることはですねまず主係数の5ですね次数最大の係数主係数の5をこの横線の下に書き出します。でこの次にですね何をするかというとこの5にですねこの x0 の10をかけたものを右隣の係数3の下にこう書いておきます。この時は 5×10 で50ですね。ここに50と書いておきますね。で次のステップはこの x4 乗の係数3と50を加えてこの横線の下に書くわけですね。53と。でさらにこの53に次にはこの x0 の10をかけたものを右隣のマイナス2の係数の下に書いておきます。530と書きます。で今度マイナス2で530の和を取ってこの横線の下に書くということをこう繰り返していきまして、最後にこの定数項のマイナス10の下にですねこの横線の下に来る値が52,870となったと思うんですが、これが実はこの多項式 AX の X に10を代入した A10 の値になっているっていうのがこの組み立て助法のやり方でした。でこの時その A10 の計算っていうのをですね式に書くとどう書かれるかとこういう書き方になるってことが分かるかと思います。つまり最初に5に、ここの5にですね10をかけて3を加えると、でこの全体の結果にさらに10をかけてここの場合2を引くと、でさらにこの結果に10をかけて、この8を加えるという形で、このような式に書いておくと、この式の展開した52,870が、まあ、A の10に等しいということになるわけですけれども、まあ、この展開の仕方がですね、実はポイントになっています。より一般にですね、この AX が N 次の多項式の際にですね、先ほどのような形で、ここにですね今先ほどは10が入っていたので A の10が計算できたんですけど、この10が入っているところをこう X にしてしまえばこの、まあ、X か X にしてしまえば AX が計算できるってわけですね。同じようにその AX が N 次の多項式の場合には、このような形で、まず N 次の係数かける X0 プラス N-1 次の係数、これに x0 をかけて a の n-2 次の係数を加える。それでまた x0 をかけてっていう形でこう式を組んでいくと。これによってその a の x0 が計算できるという方法。これがですね、まあ組み立て助法を使っただけやんっていうかもしれませんけど、これがホーナー法と呼ばれる方法です。で、このホーナー法と呼ばれる方法はですね、まあ、これ論文に書いた人の名前が取られているんですけれども、この欧米で知られるようになったのは19世紀なんですが、まあ、東洋の方ではより古くから、これが知られていたという記録が残っているようです。ということで、まずホーナー法のアルゴリズムをですね、まあ、これまでに説明しましたアルゴリズムの擬似コードの形で書き下してみたのがこちらです。アルゴリズム、ホーナー法と書いて、入力は、AX、これは N 次の多項式ですね。で、係数はこのような形で並べて表していることに注意をしてください。それから、あとは整数 X0 ですね。これを2つを入力とします。そして、出力としては、A に X0 を代入した値 Y を、これも整数ですが、これを出力とするということにします。で、計算ステップは以下の通りです。まず、y に an を代入します。
で次に、ここがその、まあ、ループになってるんですけど、i が n-1 から0に至るまで、i を1ずつ減少させながら次の処理を行うんですけれども、これはどういう処理かというと、y に x0 をかけて a の i を、a の i というのは、i 次の係数ですね、を加えると。これを、まあ、i が n-1 から0まで、n を1ずつ減少させながら繰り返しなさいということですね。で、最後、3番目に y をの値を返して、アルゴリズムは終了ということになります。で、その方な法の計算量ですけれども、の見積もりですけれども、これを今日の、レポート課題としたいと思います。で、レポート課題で答えてもらう、計算量の見積もりをしてもらう際の注意点をまず今のうちに述べておきます。まず代入とリターン分は計算量には含めないことにします。今回は数学演算の回数を測るということで、まあ、代入にかかるコストとか、それからリターン分にかかるコストは、まあ、演算とはまた別の種類のコストと考えて、今回の計算量の見積もりには、代入やリターン分は含めないということに注意してください。それから、四則演算の計算量の単位なんですけれども、この数値、整数の四則演算を今回は単位として数えてください。今までの話ですと、原則としては、その1ワード単位での加減乗除、計算量の単位としていたので、本来ですと、その多倍長数になったら多倍長数分の、加減乗除の計算量が発生しますけれども、今回はどんなに大きな整数でも、1回の加減乗除は1回と数えていいですので、そこはいつもと異なるので注意してください。それからですね、もう一点その指摘しておく点として、我々が学んだ組み立て除法では実は小も同時に計算しているという点も指摘しておきます。先ほどですね、の例題で、この AX で、まあ、X0 イコール10を代入した式を計算したわけですね。これ実はその AX をx-10 で割った乗与を計算したのがこの 52,870 になったんですけれども、実はこの組み立て除法の式の下の方に現れるこの数を並べていくと、この割り算をした時の小にもなっているというのが一つ興味深いところですね。この場合の小というのは実はこの並んだ係数を上から順番に読んでいって 5x3 乗プラス 53x プラス 528x プラス 5288 になっているというところですね。これは多分あまり高校でこう組み立て情報を習うときには指摘されてないかもしれないので、もし初めて知るという人があったら一応覚えておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。